また一人でした。そうなんですよ、すいません。インスタ見たらなんか海のな、あ、なんかこんなんやってました。やってました。なんか夏休みで海外行ってるらしいです、旦那さんと。まあいいです、今日は僕はもう楽しみで仕方ない。ありがとうございます。ジュニアさん、実は今日来ていただいた、これじゃ吉本さんから、まあ、ちょっとお仕事になるかもしれないということで、はい、やっぱりステーキさんという場所に。吉本さん、お肉大好きです。大好きです。そして韓国の、ね、スポンサーにもなってくれるかもしれないという、そしたらもうありがたいですよ、はい、で韓国はいいですね、個人的なスポンサーになっていただければ幸いです。はい、で、まあお肉食べていただくんですよ。なんか社長さんが向かってるらしいんですよ。はいはいはい。でもいろいろ大変らしい。いろいろ今日ちょっとさ、今日不運が続いて、はい、まず新幹線が、はい、停電、トラブル、停電で、で社長は飛行機で行こうと、飛行機で来たらもうこっちのゲリラ豪雨みたいなのがあっちゃって、はい、アムナってことなのかな。そんなことは今もう必死に、まあ先にちょっとじゃあお店にはお邪魔してもいいということなんで、はい、そうですね、行きましょうか。混んでますよ、いいんですか。いや、大丈夫ですかね。すいません、お邪魔いたします。マブマブ流行ってるね、めちゃくちゃ混んでます。ステーキのこれ実家で疲れてる、疲れてる。ストレス、はい、ある。集中したい時、ダイエットしたい。カルニチンが豊富なんだ、筋肉をつけたい、若返りたい。いいじゃない。フラフラするが、はい、脳の健康、心の健康、お酒、全部だな。これ行きましょう。実家嬢、いろいろメニューありますよ。ちょっと、こんなメニューがあるんですけど、いや、ロースね、ロースも美味しいですし、はい、あと当店自慢のミスジステーキっていうの、はい、いや、ミスジなんだ。候補の方が、はい、おすすめあるんですよね。おすすめの、はい、何ですか。シェアステーキというのお話ししたいと思います。シェアステーキ、はい、シェアステーキって何だろう。ちょっと見てのお楽しみの方が、はい、よろしいかもしれないです。一緒に食べるんですか、誰かと。いや、シェア、シェアする人今日、いや、いないですよ。そうか、はい、いただきたいです、はい、ありがとうございます。お願いいたします。サラダバーもあるんですね。はい、ご飯とスープ、サラダ、アイスでもかわり、ご飯食べ放題、食べ放題で、この時間も、はい、いつでも、いつでも、はい、ランチだけじゃなくて、はい、やばやばいですね。いや、だ遅いのよ、うん、やっぱ20代に来てほしかった俺の。本当にもう、これ新宿とか、はい、渋谷とかに店舗ありますか。ないね。絶対出さないでくださいね、あの芸人が潰しに来ますから。若手芸人が本当にここにすぐ作りますから。肉のおかわり替え肉。そんな買います。替え玉みたいな。そうか、あ、本当でちょっと、あ、90g とか、ほら、買いに行く。100g とか、あ、できんだ。なるほど。これが食べ放題の。これ食べ放題。食べ放題。いただきます。ちょっとまずサラダいっちゃおうかな、最初。ドレッシング3種類ありますよ。はい、シークワーサー。はい。あ、シマトウガラシ。シマトウガラシ。うん、うん、おいしい。おいしいですか。うん、シークワーサー、うん、おいしいよ。うん、マブマブシェアステーキだ。すみません、お待たせしました。こちらがシェアステーキになります。おいおいおい、あ、いい匂い、いい匂い。おいおい、喧嘩ってことかい。ちょっといいですか、これ。こう、うふふ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 。おいおい、喧嘩じゃないか。でかっ。吉村さんの顔よりでかいっすよ。確かに。これ何、え、何グラム。これが約700グラムぐらいの水地。はい、水地で。え、これ本当お店であるんですか。あります。マジですか。はい、行きますよ、いいですか。うん、あ、柔らかい。あ、で、焼き加減もね、お好みで、お好みで、例えば、はい、俺はもうレアが好きですけど、もうちょっと焼きたいっていう人はこっちでこう、鉄板で。うん、あ、いい。ちょっとまずは何もつけずにいきますよ。どうですか。
始まった。何が始まった？夏。夏っすか。うまっ。これはいけるかもな。結構脂身もなく、さっぱりしてるし、で、肉がちゃんと強いっすよ。なんかこれぐらい大きかったりとかするとちょっと肉がね、ちょっと水分が多かったりとかして味が出ちゃったりするんですけど、全く出てないですね。しっかり力のあるお肉肉うまい。え、これでいくらですか？これで7,200円。あ、これ、はい、みんなで食べていいってことですよね。4名までシェア、4名でシェアしていい。だから自分の好きな肉とプラスこれ頼んだりね、肉と鶏が食べたいなってなったらチキン食べて、そうですね、ねえ、これシェアしましょうか。うん、うん、めちゃくちゃうまいよこれ。あと思ったんだけど、はい、これステーキ丼みたいにできますよね。ああ、確かに。で、肉ちっちゃく切ってここに行ってステーキ丼みたいな。これはやっぱね、ビスケットオリバーとかね、バキね、漫画バキビスケットオリバーとか食べてる。ああ、出過ぎちゃった。いや、でもいいと思います。いい、ね、うん、で、これをこのソース最強だから、いただきます。うまいっすね。うまい。これはうまいわ。これうまい。うん、最高。豪快ですね、聞いたかな、はいはい、ワイルドですよ。ワイルドにし、やっぱワイルドに食べるべきよ。こんななんか上品にこんなステーキで、こんなもう昭和のね、ステーキじゃないんだから。で、これ全然冷えないですね、鉄板が。これ今溶岩石を使ってまして、富士山の溶岩石なんですけど、それを使ってることで冷めにくいです。あ、なるほど、はい。ちょっとこれをかけてですよ。さあ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 とかけて、これをね、乗せたりとか、オリジナル丼をね、作れたりしますよ、これ。いいですね。トン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 、トントントンってやって、こうわさびをここに。ちょっと乗っけたりすると。いただきます。うん、え、うん、いきますね。ご飯もいきますね。ご飯も美味しそう。なんかうますぎないかこれ。うますぎます。うまみる。あの、もちろん肉とも合うけど、これと米だけでも美味しくないですか？最高です。あとおすすめは何あります？おすすめは、このニンニクを、うん、一旦ここで温めてもらうってやつ。ニンニクか、鉄板で、うん、結構ザクザクニンニクなんですね、うん、少しだけニンニク醤油をちょっとつけてもらう。それはこっちに向こう。え？おいおい、いい匂いするじゃん。あ、しますね、ちょっと。わ、食欲をそそる匂いですよ。あ、こっちから。いただきます。早く行ってよ。これ相当うまいぞ。うん、これいけるよ。これいけるんですか。うん、うん、これぐらい食べても夜とか次の日に残んない。ステーキですよね。やっぱりステーキっていうのが、まあ、沖縄なんですけど、基本的に飲んだ後の締めのステーキでして、うんうんうん、その次の日にももたれない、ラーメンよりももたれないっていう理由で、沖縄ではやっぱりステーキでしょっていうところで締めにステーキを食べられるらしいので。マブマブ。うん、おいしい。もうあっという間ですね。はい、おいしい。おいしいけど、やっぱ極みかな、俺は。うーん、いいんすよね、この肉食うのが。虎みたくなって、自分が。
荒々しいです、うん、あともう2切れですよ。なんか250ぐらいの感覚。えなんかでも700ですよね。700すごい。もうあと一口、うん、最後は A1 で完食。素晴らしい完食。あご飯もうん、うまい。いや、まだまだまだ。いや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 。うん。はい、ごちそうさん。はい、ごちそうさん。完食です。最高。いや、まさか食べれるとは。ね、いい。これはちょっと、本当にすごいかも。肉のレベルもすごいですけど、もちろん当たり前じゃないですか。お肉をメインにして売ってるから美味しいものは、うん、でそれを想像を超えてくるうまさもありますよ。極みがやばい。まずあと300はいけるかも、これだけで。それだけですか、うん、いやもう1キロになっちゃいますよ。すごいの、旨味が。一丁噛みしたいな。一丁噛み、一丁噛みですね。一丁噛みね。まぶまぶ、はい、カメラ吉村さんに変わりますね。吉村さん、おい、すいません、社長がですね、はいはい、まだ機内に閉じ込められてるそうでですね、すいません、吉村さん、今吉村さんに変わります。吉村でございます。あの、どうも、もしもしお世話になります。はじめまして、吉村です。吉村でございます。よろしくお願いいたします。やっぱり機内ですか。やっぱり機内か。いやいや、すいません、でも最高でした、ステーキ。あ、本当ですか、ありがとうございます。ちょっとあの、お会いできると思って、あの手土産というか、社長発かどうかわかんないですけど、スニーカーをね、買ってきたんですよ。ありがとうございます。これどうしましょう。開けますか。開けますか。開けてもいいですか。この、ちょっと今、写真送りますね、このカラー。やっぱりカラー、普段履かないかもしれませんけど、どっかで履いていただければ。いや、もう自慢して歩きますよ。はい、言われたと思いますんで。はい、社長、なんか候補の方が何か持ってるんですけど。あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これが弊社の代表カラーで、一応。ありがとうございます。はい、社長、ケーキとシャンパン、すいません。はい、お誕生日っていうの。 ありがとうございます。はい、今日お会いできるからね、後でサプライズと思ってたんですが、はい、会えないくなってしまって違うサプライズになっちゃいましたね。いや、確かに。でも会った時の方がこう、情熱的に会えると思うんで、うん。でもあれですね、あのステーキだったらあのサイズはペロリですけど、ケーキになるといけない自信がありますね。はい、ケーキもガツッと、はい、ケーキもいってください。いきますかもしれないけど、ホールです。いや、はい、ほんと、もなんか申し訳ございませんね、いろいろあって。いや、とんでもない。僕の方も用事だった予定がどんどんまた来ないっていう、はい、いやいや、貴重なお時間だと思います。お忙しいのに本当に申し訳ございません。とんでもない。いや、とんでもない。本当、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これをご縁に、これをご縁に一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。すいません。じゃあ、ハッピーバースデーってことで、はい、どうでしょうか。機内だから怒られる。いや、怒られますよ。翌日ニュースになります、はい、閉じ込められておかしな人がいたって。すいません、ありがとうございます。またぜひ、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼いたします。はい、ありがとうございます。いや、残念だ。せっかくいただいたんで。確かに、はい、食べましょう。吉村さんが食べてください。飲んでください。不要じゃないですか。ここで食って肉食ってあの肉食べてそれやっちゃう。やんちゃすぎません。やんちゃすぎます。もしよろしければなんですけれども、この中にあの商品券が入ってまして、まあ若手芸人さんとか連れて、ぜひ。やっぱり私が全部使い切ります。吉村軍団、お腹すかしてる。若手なんぞにあげません。すいません。 ありがとうございます。一応1000円商品券が100枚。どうなってんですか。100枚分を移籍してもいいですか。吉本興業じゃなくてね、違う吉本に行くで。もう僕ももちろん使いますけど、後輩とも。はい、ありがとうございます。すいません、今日は。いや、何をおっしゃいますか。あ、これちょっとお会いできなかったんですけども、はい、しっかりと、はい、
よろしくお願いいたします。お渡しいたします、はい、ありがとうございます。わこれ喜ぶな。ゆうたろうとか青木マッチョとかね。青木マッチョさんいいんじゃないですか。青木マッチョとか。ありがとうございます。というわけで、はい、吉村さん、はい、今日はちょっと会えずでしたけど。いや残念、はい、でも次会える時は楽しみですよ。そうですね、はい、次は2人で社長とステーキデートしたいですね。あ、いいですね、はい、それこそシェアしてね。、はい、相方連れてこなくていいですか。みちょぱいいでしょ。本当ね、小僧連れてきても何でもなんか大人の話し合いでいかないと。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。イエーイ。